ボンベイツ母ちゃん、電池切れで切れちゃったので第2弾。2021年11月2日夕方の、もう一回か、夕方の16時18分ぐらい、さっき途中でも電池切れで、見える？電池切れで切れちゃったけど、編集無理なんでそこまでする時間ないので、それあれは出します。4分ぐらいの映像、まあ、あれも1位と数えないとね、ちょっとやり直しはできませんので、あれはあれあげます。はい、続きからです。で、はい、今沸騰してきました。煮沸、あ、そう、煮沸で、だからあのベビーシッターのね、仕事をしようと思って、研修は受けたことあるんですけど、驚いた。何が驚いたかっていうと、私背高いかな、はい、何が驚いたかっていうと、見える？哺乳瓶あるじゃないですか。前だったらこうやって熱い熱湯に煮沸って言って、あの菌を殺す煮沸ってやってたんだけど、そうじゃないの、あの煮沸じゃなくてミッドっていうところがあって、そういうものがあって、そこに入れるでしょ。入れたらそのまま、あ、そうそう、こういうあの吸うところもつけてそのまま飲ますの。何を言いたいかっていうと、それが塩素なんですよ。わかりやすく言う、何を言いたかったかって、塩素の中につけたものを水洗いもせずに子供の口に突っ込む。本当にね、だそれをやってるの、普通に常識で。だから何でも疑ってかかってほしいんですよ、お父様お母様。これは子供にとってどうか、まず口に子供に入れる前に自分がしゃぶってみる。うわ、塩素だってね、思うでしょ。でもほとんどの人やらないでしょってことなんですよ。はい、やろう、はい、はい、何でも、そう、皆さんが無関心、企業を過信信じることが問題で、あ、さっきもさっきのお肉の話しちゃう、はい、煮沸100度以上、すごい、見えてる？これ見えてなかったらショックだな。 iPhone とかだとさ、湯気見える？あ、見えてる見えてる。はい、これちょっと土台が揺れますね。もうちょっと前行きますか。あ、いい、いい感じですね。 iPhone とかだとさ、こっち側にやるから見えるんだけど、角度から言うとさ、見えてんの？って感じなんだよね。はい、そう、企業信じないで、さっきお肉の話してたから、さっきあれ出てきたよ、お肉の生地、ちょっと待ってね。で、これね、100度の、何でもそう、ジャムとか作る時とかさ、ちなみに私これあの初ですよ、あちゃ、白菜の漬物。おー、よくね、プラスチックで作る人いるけど、プラスチック自体がね、これ、これはいいのか。はい。で、ちょっとせっかくだから、見えるかな？見えるか見えないか、ともかく。よいしょ。はい。あ、違うのに言っちゃったな。やっぱ瞬時だからね。これかな、これかな、これかな、あー、これかな、あー、もう行っちゃったか、どっか行っちゃったかな、行っちゃったな、行っちゃったな。要は本当のお肉じゃないお肉を作る技術があれでっていうことだから、その場合は何を入れるか分かんない、本当に。だからそういうファーストフードみたいなものはね、食べない方がいいんですよ。本当のことを知るとね、みんな一回まずね、死にたくなる。本当に死にたくなる。このね、あの、拝金主義、お金主義、金金金主義が、もう悪の根源って、まあお金じゃないですか、ある意味では。まあ権力とかもお金だから。それを2011年3月 3.11 の後に勉強して、まあそういうのも私の場合はなんかおかしいっていうよりも、やっぱりこうヒントが来る。今までも直感で生きてきたっていうのは全部こうヒントなんですよ。何かを例えば何勉強して、まあ分かりやすく占いとか生成術とかそういうのからのきっかけじゃなくて、全部キャッチなんですよね。キャッチから紐解いてってっていうところなんで、
だそういう必要な人に、まあまあ誰しも必要な時に必要なものとかこととか人が現れるんで、そこから暗くなっちゃうと見えない、はい、そこから紐解いていくので、自分が探さないとダメですよ。で、誰かにとっての正解はあなたにとっては正解ではない可能性大きいですよ。あの教科書みたい、人生ってみんな人それぞれ違うのでね、一緒くたにはできない。はい、ということで電気がつかないのですみません。これを切るんでしょ。で、全部は入らないと思うが、この大きさだったら半分入れれればいいんじゃないですかね。で、まな板、木のまな板なんですけど、そんな滑んないか、プラスチックみたいなのは絶対滑るから危ないから、下に濡れてる布巾を下に敷きます。よいしょ。で、こないだ見つけた出刃包丁でやってみようか。よ、あれ、これか、これ出刃包丁って言うんでしょ、確か。すごいね、危うくそこに置いといて、ふっとやってる、ふっとやったら切れちゃうもんね。はい、行ってみましょう。お塩はちなみに粗塩これぐらいしかないんだ、もう。あ、三角にやるやつはここに、まあでもいいんじゃないですかね。これでやってみましょう。だって買ったらこうだもんね。買い、とりあえずあるものでやります。はい、白菜さん、無農薬の白菜さんを食べれるなんて、どうやって切ろうか。包丁がでかいから、でもこうだよな。包丁さん、おっしゃー、あー綺麗、ほらめっちゃ綺麗、あーいい香りですね。で、野菜嫌いの子供って多いでしょう。あれはなぜかったら農薬使ってるからなんですよ。農薬って苦いの、でも本当の野菜って甘いの、その差。だから子供が野菜嫌いだって食べさせない、無理やり食べさせないのよ、毒だからね。で、ほんと高くても体には、だって安いものを食べさせて後で病気になるよりは、ちゃんとしたものをちょっと食べさせた方がいいわけ。もう味覚って本当に大事ですから。まして、何が一番違うかって、私アメリカにねご縁があって、ニューヨーク、ロサンゼルス、グアム、ハワイ、ロタ、まあロタとグアムは北マリアナ諸島なんですけどもね。で、何が違うかって言ったら、日本とアメリカの教育の仕方、日本って子供だから何でもいいっていう考えなの。でも向こうは子供だからちゃんとしたものを食べさせないとってことなの。そこで味覚が決定しちゃうからっていうことなんですよ、はい、子供だからもう適当にね食べさせとけばいいっていう考えだと、一生その子がその味覚でいくわけで、ほとんどがさっきもベーコンとか、うん、ハムとか、うん、ソーセージって言ったけど、まあ、ちゃんとした作っているところもありますが、わずかでしょう。よく大型スーパーに置いてあるようなものはほとんどが全部毒だと思っていいです。はい、そうなんです。なので、皆さんがそこに気づいて買わなかったら売れないから、メーカーは。だから野菜とかも、例えばこの間いただいたキャベツとかも、いや、ちゃんと虫さんが食べるわけですよ。言えますか、虫さんが。虫が食べないものを人間が食べるっていうのはおかしいじゃん。例えばコンビニのお弁当を、まあアリ自体も少ないですけど置いとくじゃない。で、アリが食べるかってことよ、なんですよ。皆さんが変われば日本は変わる。あ、つかないですけど、ストーブね、消す。でも消すとちょっとお掃除しなくちゃいけないらしくて、こう煙が出るんで、今はこのままいっちゃいましょう。飲みましょう、飲みましょう。そういうことなんです。やっぱり食が一番大きい。で、そういう食の勉強されてる方は、あれ、どうやってたの、あ、これ上に行けばいいのか。食の勉強されてる方はやっぱり世の中がおかしいっていうところにたどり着くから、騙されずに行くわけですよ、っていうことなんだよね。やっぱ食からじゃないかな。
あの食品添加物を最初に、まあ、流行ってきた時に作ってた阿部司さんが書いた、なんだっけ、食べてはいけないものだっけ、あれ、なんかそういう本があるんですよ。その阿部さん、とにかく私はセミナーに行くのはなぜ行くかって言ったら、その人がどういう人か見に行く、人となりを見に行くわけですよ。阿部さん行った時に、まあ、有名な話ですけど、彼は食品添加物のこういうこれ入れたら日持ちしますとかさ、そういうのを作ってた人なんだけど、もう忙しくて、子供の誕生日の時にどうしてもパパ今日は帰ってきてって言われてお家に帰った時に、帰った時に子供がちょうどミートボールを食べようとしたらしいんですよ。その時に言ったらしい、彼は、ちょっと待て、それ食べるな、何が入ってるか知ってるから。そこで彼は改心して、今までは気づかずにね、あのみんなが困ってる、業者さんが困ってる、もう捨てるような肉なんとかなりませんかとかさ、お金で買いたいわけだから、そういうのやってたけど、その時に彼は改心して、あ、そういう仕事をしてたんだなって思って、今セミナーとかでねやってらっしゃいますよね。だから気づいた時なんですよ。世のため人のためにやってるかと思ってるけど、気づいて本当のことを知ったら、実は悪の型をしてると思ったら、そこでどうするかって、そこがあの選択なんですね、うん、ああもうでもローン払わなくちゃいけないししょうがないわっていうんだったら、悪の型をしてお金もらってるってことだから、気づいたらどん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 生きてる世界が変わっていきますよね、うん、だからそこで魂を売るなっていうのは、そこで売ったところでやっぱ悪は悪だし、まあまあだから、自分がやったことが返ってくるから、いずれ返ってきますからね。そういう意味では、たとえ仕事がなくなろうと、日本はいろんな福祉があるんだから、そんなに、あの、死ぬことはないんですよ。はい。では、軽く、あら、まあ、虫さんがいてもね、虫さんが、本当よ、虫さんは毒じゃないでしょ。あ、食べてます。なかなか白菜を生で食べることはないので、こういう味なんですね。で、煮沸をしたやつを、大きいたらやったらこのまま、あ、この半分ぐらいしてたか、全部切っちゃうとバーッと出ちゃうから、これは芯は残しておかないとダメってことでしょうね。そういうことだね。お肉はほんと気をつけないと、ワクチンも入ってるし、そのほんと成長ホルモンやんだらかんだのでね、あれに慣れちゃうと味覚障害だからね、ほんとにね。これをつければいいんだ。これ2つ、もう1個入りそう。あ、さっきあの YouTube のコメントいただきましてありがとうございます。質問コーナーで、質問コーナーっていうかご意見で、あ、一つは近所の方が通って頑張ってください、ありがとうございます。で、この間、お会いするにはお金必要ですかって言った子が、今度ホームページを、私瀬戸金子のホームページをご紹介したんですね。で、見て質問、突然作詞作曲できるようになったらしいですけど、それって理論とか勉強されたんですよねって来たから、そんなのしてません、突然だから、突然作詞作曲できるようになったって書いてるんでしょ。突然なんですよ。何もないところから、本当音楽ってね、何もないところが生まれるんだね。何もないですよ、まあ、ただ歌は好きだから歌ってたけど、ないないよ、ないものはないし、そう、まずね、勉強何が嫌いかって言ったら、あのよく基礎ね、何習ったって基礎が大事、基礎が大事って言われて、私そこがもうダメなのね。で、ある時に、ある時でもだいぶもう10年前ぐらいですよ、結構遅いんですよ、気づいたのが。なんで基礎とか言われると嫌になるのかなと思ったら、誰かがやってるからその基礎があるんですよ。
で、皆さんはさ、やりやすいようにこれが大事って言ってるけど、基礎を作りたい人もいるんですよ。だから自分は基礎を作りたい人なので、もう基礎が大事とか言われちゃうと、その段階でもう全然面白くないっていう、あ、それだけの話なんで、まあ人によってはね、いろいろ同じような、でも私は同じようなタイプの人を見つけていくのも一つの仕事ですよね。はい、紋別母ちゃん、ぜひいらしてください。もう今日喋ることいっぱいあるよね。で、本当にもう関東危ないですから、そういう意味では本当はもう完治して、どこか行くっていうのが本来ね、もうこの1年2年でも行けない、動けないんであれば、せめてちゃんと水とお米と梅干し味噌、そういうのを、まあ、1ヶ月分ぐらいは用意した方がいいんじゃないですかね。はい、もし動ける人がいて、ワクチン打ってない方がいらっしゃったら、うちに来ていただいていいです。もう最大何人かな、もう最大詰め込めば30人ぐらいまでいけるんじゃないですか。詰め込めばですよ、うん、ちょっとワクチンの方は、私はアレルギー持ってて、シェディング影響受けちゃうから無理なんですけども、まあ、来て遊びに来ていただいて数時間滞在はいいんですけどね。なので一緒に住むとなったら、ワクチン打てなくて、まあ、都会はだなっていう人、あとなんかさっき聞くと直感で思ったのが、私はこれをいきなりもう、まあ、いきなりまあ配信始めたわけなんですけども、それって田舎暮らしってこんな感じだよって慣らしてんのかなっていうところで、日本全国行ったけど、車がなくても生活できるのは、私のデータの中ではこの紋別しかないです。でバスで、例えば1日ね、何便まで1時間に1本ぐらいのバスで行ってとかいうところであればいいですよ。でもそうじゃなくて、そういう不便さを感じなくて、田舎で、なおかつ本来の田舎ってどこそこに誰が引っ越してきてとか、めんどくさいんですけど、ここはもう前は何、ロシアの人がいたりとかね、大学もあった時があって、いろんなよそもんから来てる人いるから感知せず、で、まあ、私がいるこのエリアだったらもう車いらないし、スーパーもすぐだしっていう部分では、紋別はおすすめです。はい、興味ある方はご連絡くださいということで、何分喋りすぎ、喋りすぎ、17分だ。じゃああと3分ぐらい、まあなんちゃってだからね、なんちゃってで、でどうせ熱いの出すんだったら、この蓋を煮沸してあげましょう。これをどかして、下に網だから、これ網だから、網ということはここに置いて、中側だよね、煮沸するのは。これだけでいいですか。これもやっときますか、もしかして。じゃ、これもやっときましょう、はい、で、よっ、よいしょ、はい、はい、はい、中側が邪魔します。はい、煮沸する、煮沸する、あ、あと忘れた、言わ、いつもさ、みんなのことが書いてるから、いつもでも書くはあれはなくて、もう関東の人でも関西の人でも地下鉄は乗らない方がいいですね。昨日かなんかの事件があったでしょう。あれだって、上に地上だから逃げれたけど、地下鉄だったら逃げ場がないから、地震が来てもなるべく地下鉄は乗らない、はい、ってことです。前も、あ、ブログ、あ、フェイスブック、あ、フェイスブックまで全公開してますから見てください。フェイスブックでも書いたんだけど、今テレビとかと、まあラジオドラマもそうなんだけど、テレビとかと現実を一緒くたに やる感じなのよ。警告を、例えば本当に大地震来ますよって 言ったらパニックるんでしょ。まして 100% じゃないでしょ。だから警告の仕方ってあって、そうなってるので、日本沈没がね、今やってるってことは、その可能性、さらに調べたところ、関東がっていう風になってるんでしょ。ドラマは私見てないからわかんないですけど、らしいんですよ。だから関東の人は警告をされてるわけだから、気をつけてくださいっていうことです。はい、煮沸をしました。でも
もこれを多分てか塩を入れて白菜さんからあれでしょ水が出るからでしょ。やってみましょう。置いた入れた1個2個3個だな。4っていう数じゃないからな。神の仕事って1か3とか5とか2はね、2って人間の数字で迷いの数字なの。ラーメン食べる、あやっぱりカレーにするみたいなね。だから2はねないんですよ。よっ、あれ、だからこの中からこれを半分に切って半分は鍋かなんかにしなべよう。よっ、はい、こっちから大きい方じゃないかな、ちっちゃい。はい、で2個、あ、分かった、なんとなく分かった。1個入れて塩を振るか。多分ね、1個やって塩を振って要は水が出るもんね。水が塩漬けにするってことなんでしょ、違うの。で、もう1個こんな感じ、1個これも初めてだね。一個やって、あと芯と芯が合わないようにこういうふうにやろうかな。よっ。でこれでまた塩。全然塩足りるじゃん。はい、塩。わかんないですよ。でも自分でやるのがだからロタ島とか本当にもうねえ楽しかったよ。なんでまあもうさい、もう私のこの一生涯の目標としては。モンベスとロタ島をつなげるフェリーを何出航させるにはどうしたらいいかっていうね。いいじゃないですか、ペットかでね。でみんなモンベスから来るわけだからいいじゃないですか。あ、これは曲がりづらいですね。よっ、ああこれの重しが今度乗らないかな。どうですか、何でもやってみることね。じゃあ重しで石でこう重みでやってでしょ。で今日取ったこれをちょっと上に香り付けっていうかなんとなく入れてみたいと思います。はい、置きました。でこの上に、あ、これで重し、この上にビニール、わかった、こうだね、ほら、もうちょっと押さえれば、こうだ、こうでしょ。これでこの上に重しでしょ。さすが。どうよ。で、重しはないんで、これお米、お米はどう？お米、お米。もうちょっと。まあこんな感じですよ、人生。自分でやるのが面白そう。基礎はいらない、基礎は自分で作る。はい、重みとりあえずいいんじゃないですか。どうですか。まあお料理を好きな方からすると邪道かもしれませんが、はい、あ、どうせだったら中見てほしいな。23分、ごめんね、23分も時間を取って。はい、よいしょ。はい、こうやって詰めました、詰めました、塩振りました。で重しを、本来こういうやつだけど重しを乗せたいわけだから反対にしました。上から押さえます。はい、というところで、よいしょ。はい、キッチンの時にはキッチン、あともう一個だけ押して、リンゴ買ったけど、こうやってねつるテカテカしてるでしょ。これワックス塗ってるんですよ。もうあれなんていうの、石鹸でやったって取れないぐらいのワックスだから、なるべくこういうテカテカしてたり見栄えがいいのじゃないやつを買うの、体のためには。はい、ということで、最後はリンゴで締めました。また愛の中へ。はい、じゃああっちの部屋行ってみますか。暗いですけど、あ、もうこんな暗いわ。暗いですが、じゃあ電気をつけて、最後だけ。愛の中に入ろう、愛の中に入るよ、入ろう。
11月2日ラブ&ピース、はい、お届けしました。紋別母ちゃんラガン 0.02 生活では、またごきげんよう。 Have a nice night。